はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね、うん、缶バッチグーです。はい、こちらはですね、缶バッチ作るためのおもちゃですね。はい、そうだね。早速開けてみましょう。うん、はい、よーテープ、はい、中身こんな感じになってました。こちらが缶バッチグーの本体です。で、これがホルダーってやつだね。おで、これ透明シート、はい、バッチを覆うシートですね。おで、これテンプレートってやつ、うん、あとこれが安全ピンパーツ、はい、この穴が開いてる方が下パーツってやつ、これも10個入ってました、うん、で、上パーツも10個、はい、あとデザインシートっていうのが入ってました。こういう紙だね。そうだね、うん、まずこの台座パーツにいろいろ置くみたいで、うん、まず一番下に下パーツ、この穴の開いてる、そう、それ、あ、磁石になってるの。その上に上パーツ、はい、え、うん、そのまま、そう、そしたらその上にデザインシートっていうのを置きます。で、デザインシートは、まあ、最初はこれでやってみようか、うん、この中ちょっと女の子っぽいからニコちゃんかな。そうだねニコちゃん切り取って上向きに置きます。こう、はい、透明シートっていうのを一番上に1枚だけ置きますね。置きました、はい、こんな感じだね、うん、そしたらこれをここに入れるんだ。これ、あ、まず上に上げとかなきゃいけないか。そしたらこれをここに入れる。入った。入った。あ、これ、あ、押すのか。ちょっとだけだね。ちょっと下げるだけ。この切り替えレバーが1になってるね。うん。そしたらこれを回すんだって。くるり時計回りにカチッと5回になるまでハンドルを時計回りにゆっくり締めてくださいって。じゃあこうだ。そう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 。1、2、3、4、5。あ、これでいいんだ。ハンドルが一番上に来るように半時計回りに回し続けるだって。じゃあこれは解くのね、うん、はい、解いた。さっき1に回したとこを2にするんだって。2、うん、締めていくんだって。はあ、結構難しい。締めていって5回カチカチになるまでやるんだってさ。はい、そっから、はい、1、2、3、4、5。 OK、 これでできたのかな。戻す、また時計回りにして戻すでしょ。で、ハンドルのこの部分を外す。で、引っこ抜いたらできてるはず。あー、できてる。あー、すごいすごい。はい、こんな風にニコちゃん缶バッチできました。はい、そしてこの裏側にこれで完成だ。はい、グッと入れてね。これで完成。あ、これで缶バッチ、オリジナル缶バッチの完成。イエーイ。あ、すごい。うん、早速つけてみたね。うん、いいじゃん。すごい。この缶バッチグッドのいいところは、うん、この元々用意された、シート以外に、うん、こういうテンプレートっていうのが入ってるのね、うん、で、ここに線合わせて、うん、紙にこの中絵描いて、うん、切り取ればいいんだって、うん、で、それを今さっきのここ、うん、に入れれば本当にオリジナルの缶バッチができるらしいんだけど、うん、このサイズに合わせてね、うん、用意したものがあります。はい、こちら、まえチャンネルの缶バッチ作っちゃおうかなと思って。おー、うん、実はね、前ね、馬釣りでこういう缶バッチがガチャみたいな感じで販売されてたんだけど、うん、うちはさ、最近その街中でお声掛けいただくときに、うん、ありがとうございますって言ってさ、握手したりとか写真撮ったりぐらいで、うん、何もこの感謝の気持ちっていうのが表せてないと思ったので、うん、これ手作りで作ったやつを今度会った人たちにはあげようかなと思って、はい、どうでしょう。いいよ。いいかな、うん、まあ、とりあえず8個しかできないけどね、うん、で、もう一つはこれ、ヘラクレスオオカブト。ヘラクレスオオカブト、これ作りたいんでしょ。うん、うん、ってことで、ちょっと今からこれ全部8つ作っちゃいたいなと思います。はい、6個は解除して、警察に行こう。あー、失敗しちゃってる。ちょっとね、紙が分厚かったみたいで後ろこうなっちゃいました。あー、こりゃダメだね。失敗だ。はい、今度は普通紙に印刷してきました、はい、これでやってみましょう。うん、今度はいけるはず。はい、成功しててくれ。きたー。おー、やった。はい、こんな感じです。はい、いいね。うん、ピンを装着してこれで缶バッチ、オリジナルまえチャンネル缶バッチ完成です。イエーイ。はい、ということでオリジナル缶バッチできました。はい、7つとヘラクレスバッチが1つですね。はい、
一つ失敗しちゃったかな。うん、うん、はい、ということでなかなか面白かったね、うん、あのすっごい簡単に作るよね、缶バッチはね、うん、はい、うん、で多分予備のパーツとかが売ってるはずなので、それを買えばどん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 バッチは作れていくんじゃないかなと思います。はい、はい、エイシンが今回のこのヘラクレスバッチを作ったんで、今度は何のバッチ作りたいですか。キラファの小入りクワガタバッチやっぱね、虫系のバッチだね、うん、パパはこのもうちょっとマイちゃんのバッチを量産したいですね。はい、でもし欲しいって方がいたら、そのね、うん、実際に会った時にお渡ししたいと思います。はい、はい、ということで今回は缶バッチグーでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方で、いいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達に教えてあげてください。ツイッターチャンネル登録よろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。